お久しぶりです。だいぶ時間が経っちゃいましたが、 MRI 検査の結果が出ました。4月の17日です。で、結論から言うと、靭帯が、ぶち壊れてたんですけど、今ちょっと詳しく言います。で、レントゲン写真をちょっとこの辺に貼ろう。ちゃんと表示できてるかな。こうなってる上のこの足のこの骨と、ここの足首、ふくらはぎかとか、すねのこの骨と、まあ血につけるこの部分の足本体のをつなぎ止める上でのこの部分の靭帯が、完全に損傷してますと。で、MRI を撮ったんですけど、ごめん、ちょっと MRI の写真載っけられないんだけど、自分で撮らせてくださいって撮れなくて、今日はレントゲンだけなんだけど、その MRI 撮った時にこのつなぎ止めるところでの、上でのこう隙間の部分がの写真があるんですよ。で、その隙間の部分で例えば水が溜まってますとか、血液が流れてますとか、でもう完全に僕は靭帯破損したので、もう完全に血がもう溢れてますと。だから、もうさすがに見せないけども、自分の足が黒くなってて、理由はそれです。もう靭帯が破損したところからずっと血液が流れ続けてて、それでまあ、側面に出ちゃってるということだったっぽいです。ちょっとあんまお医者さんから言われたことあんま覚えてないけども、おおむねそんなところです。で、もちろん、まあ、スキーのジャンプ台でカーンとジャンプして、で高いところから降りた状態での捻挫、まあ、みたいなもんなので、そのいつもなんかこうちょっと運動してくじいたぐらいの捻挫よりかは、治るのが遅いとのことでした。なのでまあしばらくは引きこもることしかできないよっていう感じでした。まあ、引きこもる、なんか外に出てもいいんだけど、あんまり足を酷使することは許されないよっていう感じです。で、あともう一つが、これ別にお医者さんに聞けなかったんだけども、足をくじいてから今日まで本当にずっと腹痛がすごいんだけど、これなんだろうね、これ理由何か全然分かってなくて、わかりますか？なんか腹痛が起きちゃう理由。めっちゃ頭皮テカってない？大丈夫？やっぱね、ここ分けちゃうとね、頭皮テカるよね。真上にやっぱこうあるんでね。てかこれすごいね、結構蛍光灯明るい。テカってんの嫌だな。終わりです。